漂流、漂着ゴミ、漂流、漂着ゴミ、漂流、漂着ゴミとは、海洋を漂流しているゴミ及び海岸に漂着したゴミの総称である。海洋ゴミ、海ゴミとも呼ばれる。正確な実態の把握はなされていないものの海洋には無数のゴミが漂流していると考えられており、それらは海洋、浮遊ゴミと言われる。そのうち腐敗しない素材のゴミ、主にマイクロプラスチックは増加し続けて、絶滅危惧種を含む海洋生物に打撃を与えているほか、一部は海岸に漂着して沿岸地域に汚染被害をもたらしている。海洋生物の体内や北極海の海氷、深海の海底堆積物に取り込まれたマイクロプラスチックも検出されている。イギリスのエレン・マッカーサー財団は海洋ゴミの総量は1億5000万トンを超えており、毎年800万トン以上が新たに流れ込んでいると推計。特にプラスチックゴミは2050年に魚類の総量を上回ると警告している。排出源は、海への直接的な投棄、放置だけでなく、河川経由が多い。ドイツのヘルムホルツ環境研究センター、ライプチヒの推計によれば、川から海に流入するプラスチックゴミの9は10河川が占めている。長江が最大で、インダス川、黄河、海河、ナイル川、ガンジス川、タマエ、アムール川、ニジェール川、メコン川が続く。環日本海環境協力センターの調査によれば、日本の海浜上に堆積している、漂流、漂着ゴミの堆積している総量は、約15万トンと推定されている。ただし海岸ゴミは清掃で除かれたり、自然に海に流出したりするため、年間の漂着量は一部の海岸について以外、分かっていない。これら漂流、漂着ゴミの構成は多岐にわたっている。主に漁業活動から発生するゴミ、漁網や発泡スチロール製の浮きなど、や、側溝や河川などを経由して海に流れ出た生活系のゴミにペットボトルなどの一時的な製品、または使い捨てを前提とした包装や容器類などからなっている。問題の深刻さは海岸からの漂着ゴミ目視や外洋の海面や海洋生物に対する国際的な調査、モニタリングを通して明らかにされつつある。対策としては、今後の発生抑止と、すでに流出したゴミの回収が検討、実施されつつある。2018年、欧州連合は、海洋ゴミの多くが使い捨てプラスチック製品であることに着目し、プラスチック素材の食器、ストローなどを代替品に切り替える、よう義務付けるほか、釣り具メーカーに、ゴミの収集費用を負担させる。規制案を発表。2019年を目途に、欧州議会と加盟国で議論されることとなった。こうした動きに対応するため、日本化学工業協会など5つの業界団体が2018年9月7日、海洋プラスチック問題対応協議会を設立した。2018年に、カナダで開催された主要国首脳会議において、海洋プラスチック憲章を採択した。合意文書に日米が署名しなかったことで国際的な非難が高まった。海流などによりゴミが多く集まる海域がある。このうち太平洋ゴミベルト、アメリカ合衆国西海岸とハワイ諸島の間においてオランダの非政府組織 NGO オーシャンクリーンアップが浮遊型回収装置長さ600メートル、海面からの下部までの深さ3メートルを展開し、2018年10月から浮遊ゴミの回収と再利用など処理を行う計画である。日本海沿岸や東シナ海沿岸では中国語や朝鮮語、ハングル、ロシア語、キリル文字で商品名等が表記された東アジア諸国などから排出されたと推察されるゴミの漂着がある。特に離島はどこもおびただしい量のゴミが漂着しており、その被害は深刻化している。その一方、日本で不法投棄されるなどして流出したものとみられるゴミが海流に乗ってハワイやミッドウェーなどの太平洋諸島や北アメリカ大陸西海岸などに流れ着き、アホウドリなどの野生動物を殺傷する一因になっていることも以前より問題になっている。プラスチック類は消化できず、生分解しないため、海洋生物が漂流ゴミを誤食してしまう。こういった不法投棄には、毒物や有害物質が多分に含まれているので危険。ことや、海底に沈んだゴミが分解されずに残ってしまうことで、深刻な問題を引き起こしている。日本、韓国、中国のゴミは、黒潮に乗りハワイ沖やアメリカ西海岸に到達して南下。反転して西に転じ、再び黒潮に入る。冬には一部が南下し、石垣島、宮古島に大量のゴミを運ぶ。ポイ捨てなどと気軽に呼ばれることも多いが、その実態は不法投棄に端を発するものであり、いずれの国においても重大な社会問題となっている。また、国境を越えうることから国際問題としても認識される。環境汚染物質の越境汚染は排出源の特定は可能だが、あまり解明されていない。越境大気汚染と比べ、国際協力や海洋汚染に関する行動は著しく低い。2002年の OECD 環境保全成果レビューでは、日本周辺の汚染原因として、近隣諸国や沖合の船舶からの排出物が可能性を指摘されたが、実際には陸上で捨てられたと思われるゴミが多い。しかし国境を越えた汚染物質の運搬量についての評価も行われておらず、さらに詳しい地域ごとの調査が必要である。近年この問題が顕在化したことを受け、日本、大韓民国、中華人民共和国及び、ロシア連邦の政府により会合が持たれ、対策が検討され始めるとともに、日本国内から排出されるゴミへの対策についても、協議が持たれている。日本国内からのゴミ流出抑制への機運も高まりつつある。富山市は、ゴミが海洋流出する前に、用水路や河川に網場を設けて回収することなどを検討しており、2019年3月27日に、日本財団と協力して対策モデル構築を進めることを発表した。量的にかさばる発泡スチロール等についてはリモネンで溶かしたり、原料、石油に戻したりするなどの試みも行われているが、基本的に海ゴミについては、といった理由により、分別、リサイクルは困難とされる。2006年、海岸漂着ゴミの個数調査においてうち最も多かったのは、タバコの吸い殻であり、海岸漂着ゴミの 12.8% となっている、陸起源の漂着ゴミのみを総計した場合の割合としては 27% に上る。時点は、元の製品が不明な硬質プラスチック破片となった。2017年2月から3月にかけて、日本海沿岸に大量の過酸化水素水のポリタンクが漂着した。京都府では、2月23日頃から約200個が、石川県では3月1日までに893個が漂着している。新潟県でも137個が発見されている。いずれのポリタンクにもハングルの表示があることから、韓国海苔の養殖の際に消毒用に使用された過酸化水素、ポリタンク、容器がリサイクルされ、塩酸に詰め替えられている可能性が高いが、大量流出したものと考えられている。過酸化水素表示のあるポリタンクの漂着は毎年のように見られており、2010年には石川県だけでも1921個が流れ着いている。環境省の調べでは、日本海沿岸へのポリタンクの漂着状況は、平成24年度に5547個、平成26年度は 14,465 個となっている。日本海沿岸に到達する北朝鮮からの漂流小型木造船の数は2017年には90隻を超える異例の多さとなった。木造船は再利用できないため地元自治体が廃棄物として多額の費用を投じ処理することとなるため、環境省は自治体が2017年度に行う処理費用を補助金や地方交付税を充当して軽減する措置を行っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。